おおでかい。ここしか持ってないな。こんにちは、平坂です。今日はですね、今まで撮りためてきた動画の中から魚系に絞っていくつか小ネタを紹介します。僕はね、職業柄いろんな場所でいろんな魚を捕まえに行くんですけど、記録用になんだかんだ動画を回してるんです。でそんな中から特に思い出に残ったもの、あるいは YouTube に出そうと思ってやめたもの、そんな小ネタをいくつかかいつまんでお送りします。どうぞ。2019年ですね、スペインのアルカワに魚を釣りに行ったんですが、なんか隣の釣り人がえらいことになってました。お兄ちゃんのことですか？おお、おお、でかい。うわうわ、でっか。これすごい。うわ、大きいね。口の大きさ。おお。重いです。すごい。やば。やっぱ3人がかりでボスもね。ですね。やっぱ1人じゃ無理ですね、これは。で、こうやって、あ、シートの上に広げるんだ。うわ、でかい。すごい。おお、何キロだ、重さは。How many pounds? 108. 108? 108. 50キロぐらいか。うわぁ。はい、この巨大魚はですね、ヨーロッパオオナマズという世界最大の淡水魚の一つです。なんと全長は 2.7 メートル、体重は140キロ以上にもなるという規格外の大型魚です。彼らは狙い通りこの大物を仕留めたわけです。まあ僕の狙いもこの魚だったんですけどね。はい、続いては石垣島での出来事です。知り合いの海人中が経営する居酒屋に行ったらですね、なんとなぜか南米原産の外来魚プレコの唐揚げがお通しで出てきました。あ、待って、これだ。どうすか。うまい。普通にうまい。おー、うまっ。めっちゃうまい、これ。いや、こんだけうまいのやったらどんにって、あれちゃん。え、そんなにうまい。食べてみる。めっちゃうまいわ。はい、どうぞどうぞ。さあ、自分のまま食べれる。全然取れない。なんで食べたことある魚が少ないの。この塩うまい。塩うまい。リパーチなの。俺リパーチ嫌いなんだけど、全然おいしい。俺も嫌い。おいしい、おいしい。さらに驚いたのが2品目のこちら、石垣島産のグリーンイグアナです。もちろん原産地は外国です。中南米です。最近の海人はいろんなものを取るんですね。はい。わあ、やっぱうまいね。鶏肉何ちゅう持ってるんですよ。でももっと味が、石垣なんでなんぼでも食います。なお、こちらのお店現在は残念ながら店主が漁師の仕事に専念するため閉店しております。足からずし。で、そのいつも変なものばっかり食べさせてくれる石垣の漁師さんがこんな魚をくれました。巨大カワハギ、ゴマモンガラです。全身を鎧のような鱗で覆われたこの魚を友人宅で食べてみることにしました。いろいろ空気が抜けてる。半分だからね、すでに。うん、どう少ないやな。カワハギ全般言うけど、この辺これ入れないと。魚さばいてる音じゃないですか。大丈夫ですか。ザンプって言うかな。アリゲーターガンみたいな。なんかね、こっからがいけるのかと。
ミンチュが逃がすっていう理由はちょっと分かった。これめんどくさい。非常にめんどくさいですな。うわ、これどう皮剥げんの？無理でしょこれ。高校はだって硬いもん。無理だね。ハサミ持ってきましょうか。そうだね、ハサミだね。ハサミできます。常識が全く通用しないな。ね、皮剥げなんてさばきやすい魚の代表ね。何分かかるかわかんないけどやってみましょう。はい。用意スタート。はい。はい、あこれは辛い。おかしいもん。メリメリってます。すごい図画工作だよね。所詮カワハギと言いたいとこだけど、このおっぽが怖いな。ここ行きますよ。この皮と勝負しないね。あこの弱点を攻める。この皮が切れてるのにね。頼むよ。ああダメだね。全くダメだね。さあいよいよノープランです。どうしよう。これ分かるかな、このここにほら、こうさ、なんだろう、こうあるわけですよ。トゲが。そう。これはね、鱗が表面が突起がついてる、ね。そう。だからもうこう剥がしていって、うん、勝負しない勝ち目がない正しいと思う。刃物が痛むじゃない。そうです。あとはこの辺からちょっとこう刃を入れていきましてですね。ほらどうやってさばくんだよ。通常のカワハギのさばき方ではもう多分無理っす、うん、これ取った人に取った海中に聞いたら、うん、さばいたことないからわからん。やってねえじゃん食ってねえじゃん。もうテコの原理っすよ、もはや。こうこうやってひねるね。ハサミ壊れんじゃないかな。よし、あとはこんな感じで。おおおお、そこが所詮カワハギですよ。おおすごい。ちょっとでもしつこいね、これもね。あと痛いな、こっちの手が。手袋両手いったな。やりたいね。手しか持ってないな。うん、なんだろう、いいな、俺楽しそうだ。やばい、もう大工さん板前の領域じゃないの。これなんかこれこの魚を食べるのは大変だなここは勝負しないで済んだね。うわ、待って、プレコか。いや、やっぱあれだな、アリゲーターガーだな。見てる。あ、そっくり。やっぱアリゲーターガーだなって言われても全然ピンとこないけどね。この通常のカワハギより断然皮とのこの密着度が、皮とこの身の仲良し度がすごい高いな。ジョイントきつめですね。ジョイントきつめだね、これね。曲がらないね。この素材は本当に何かに使えると思う、うん、ちょっと伸びるしね。本当だ、わかる。このなんかよくできとるな。ちょっと伸びるんですよ。それがあるからあんだけ動けるんですね。ちなみにちょっとこうなった時のここは弱いんだろうか。伸ばしたらね、うん、強えな、俺一緒。すごいね、うん、なんかでも昔の鎧兜みたいな構造で。握力何キロぐらいですか。私60超えてます。柔道とかやってたんですか。やってました。60超えてますよ。リンゴとか潰せますよこれ旗から見てるとね、結構ベリベリ軽快にいってるように見えるんだけど、ね、だんだん汗かいてきてますね。やばいねおーよし、つるっていきたいけどこれ多分無理だね。いくよ。はい、できました。おお、なんか牛豚のももみたいな。そうね、なんかね、生ハムみたいな。あー、やっぱ身が赤いな。うん、村雨もんがらに近い。まあでも筋肉質で、うん、美味しそう。鱗がなんかおかしい、この感じ。あー、すごいですね、なんか
これ絶対あの包丁でこすって剥がせるようなものではない。そう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 、ではない。よし、これを買いましょう。これ絶対いいです。これがいいです。エンジニア挟み。これ絶対これです。ちょっとパッと見魚肉に見えないですね。見えない。赤いね。赤いですね。しかもマグロの赤身っていうより、うん、なんか鹿とかそういう獣肉の赤身に近いよ。ああ、わかるわかるわかる。次はじゃあハモかなと思ってみましょうか。ああ、おかしいな。できない。骨切りできない。ヒラメとかね。うん。ややこしいね。怖い。これ何？白身なのかな。だからこの辺の色はちょっと不可解。なんか、うん。これは美味しそう。うん。後半大丈夫かと。こっち赤いぞ。こんなカラフルな切り身ってなかなかないぞ。そうやって見るとやっと魚っぽいですね。そうね。色合いがねちょっとでもなかなかいいっすよ。あの取れます、うん、お肉がこれもう頭だけで半分ぐらい失った割にはね、うん、やっぱりその3枚におろすの難しいですか。他の人ないです、ね、むずいっす。ちょっと厚めに取っちゃってください。そうそう、厚めに取る。おお、厚めでいきますか。あえて薄めで。なんだろう、ビンナガみたいな色ですね。この辺のテクニックはおいおい。じゃあいただきます。はい、おー、いただきます。しますよ。さばいていただいてありがとうございます。すごい髪型だね。お風呂入った後なんで。ここまで来ちゃうともう何の魚か分かんない。そうですね、うん、じゃあやっぱり身が赤いな。なんとなく白身扱いでね、薄口で、ね、うん、どうぞ。いただきます。じゃん。うん、お、どちら。うまい。お、味は美味しいです。味は美味しい。あ、歯ごたえもシャクシャクしてて、なんとこれはうまいんだけども、おや、筋がね、うん、ずっと口の中に残る。あー、だからビンナガマグロとかとはまた違うけど、マグロのあの後ろの方と。そうですね、ただ本当に噛み切れないぐらい硬いですね。味はすごくいい。見たろうけど、沖縄の魚の中ではかなりうまみが濃い方ですね。これさ、居酒屋とかでなんか刺し盛りの中にしれっと出てきたら分からん、誰も。そうですね、分からんというか、何この魚うまいねってなると思います。沖縄だったらいいね。うまくこの筋を避けて刺身を盛れればですけどね。ごまもんか。今日はね、ちょっと川に魚釣りに行ってみようかなと思います。でっかいやつ狙います。ただね、ちょっと今回は餌が特別です。はい、お待たせしました。今回使う餌はこれです。コンビニのフライドチキンです。そう、今回狙う巨大魚の好物はなんとコンビニで売ってるフライドチキンなんですね。こんな感じに針に刺します。ちょっとハサミで適当な大きさに切ってあげて、それをでっかい釣り針にザクッと刺すだけです。で、糸もね、スパゲッティみたいに太いものを使います。それもそのはず、今回のターゲットなんと日本最大の淡水魚の一つです。大きなものでは体長2メートル、体重は20キロに達するとも言われます。さあ、そのフライドチキン好きの巨大魚を狙うポイントは、僕が住んでる沖縄県を流れる川です。こんな浅くて細い川にそんな巨大魚がいるのか。います、たくさんいます。というわけで、東京から来た魚好きの友達と一緒に釣りスタートです。よし、行け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 、ファイトファイト、よっしゃ、頑張れ頑張れ。うわー、すごい。ナイスガッツ、おー、見事です。さあ、フライドチキンに食いついてきたこの細長い魚、太さは大人の腕ほどもありますが、実はかば焼きにして美味しいあの魚の親戚です。はい、というわけで、フライドチキンで釣れる巨大魚の正体は、暖かい地方の川や湖に生息する巨大ウナギ、オオウナギでした。今回釣れたのはまだまだオオウナギとしては小さいもので、時にはこんな体重10キロを超える大物も見られます。
沖縄や奄美大島といった南の島では実はごくごくありふれた魚で、この映像のように大人の腕より太いウナギが田んぼの用水路や溝をうねうね泳いでいるっていうのも結構あります。珍しくないです。好き嫌いもあまりない魚で、エビ、カニ、魚といった魚介類はもちろん、水に落ちた小鳥のヒナや人間が流した残飯なんかも食べると言われてます。そしてオオウナギは匂いを頼りに餌を探します。なので匂いの強いフライドチキンなんかは彼らにとってご馳走なんです。普通のウナギと比べてどうですか？ちょっと食欲湧かないかな。でもかっこいいね。うん、かっこいい。おー、すごい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 。いきます。はい、よっしゃ、食った。おはい、何するね、ちゃんとフライドチキンで釣れたでしょ。これでもまだそうね、大うなぎでと中学生サイズかな。もっともっと大きくなります。よっしゃ、巨大うなぎゲットです。フライドチキンで釣れちゃいました。いや、フライドチキンだから釣れてくれました。かっこいいでしょ。いいよ、バイバイ。バイバイ。ドロドロになるんだね。はい、というわけで、はい、というわけで今回はいつもと趣向を変えて小ネタ集でした。あんた小ネタ集っていいように言うけど、要は手抜きでしょ。うん、手抜き、そうかもしれない。でもね、これはね、高く飛ぶためのこうグッと身をかがめたあの姿勢だと思ってください。小ネタの後には大ネタが来ますから、次回かその次かちょっと刺激の強いすごいのが来ちゃうかもしれません。はい、というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。次回も見てね。